沖縄県中部にあるサッカー場。練習しているのは2年前設立されたクラブチームです。今日の未来人はこのチームの監督兼選手です。まあ、もうサッカーやめたとしても別に他の道なんかいくらでも楽な道は多分あの人クラスならあると思うんですけど、はい、なんで沖縄なんだろうと、えみたいな感じで。日本代表でエースストライカーとして活躍した高原直弘さんです。現在37歳、縁もゆかりもない沖縄でサッカーを根付かせようとしています。自分としては、まあ面白いチャレンジかなと。大変だから面白くないですか？資金集めなど経営も担う高原さん。ゼロからのチーム作りにかけるその言葉に迫ります。今日の未来人の言葉はサッカー元日本代表の高原直弘さんです。沖縄 SFAU というサッカークラブを一昨年沖縄県うるま市で立ち上げました。昨シーズン沖縄 SFAU は県の3部リーグで全勝して優勝、2部を飛び越えて今年1部リーグへの昇格を決めました。将来の J リーグ入りを目標の一つに掲げる高原さんが大切にしている言葉は敷かれたレールを歩かないです。練習されてますよ。あ、高原さん、あの黄色の3番ですね、あちらにいらっしゃいますね。あの若手選手に混じって練習されてますね。チームに所属する選手は26人、大学生や高校生、そして大半が他の仕事をしながらプレーする選手です。ピッチの上上がったら闘志見せてくれ、もっと戦う気持ち見せてくれ、もっと。沖縄に来る前は J3 のチームでプレーしていた高原さん。30代半ばを過ぎ、次の道を模索し始めていました。いつか自分のサッカークラブを持ってみたい、そんな思いを漠然と抱いていた時、沖縄でのスポーツ文化の向上を目指す国の機関から新しいチームを作ってほしいと声がかかったのです。自分が今までサッカーで受けてきたものっていうのはやっぱりサッカーで返していかないといけないと。将来こういうことをおぼろげながらに、あ、こういうのやりたいなって思ってたのが結構全部入ってるんですよね。やっぱり今までの自分の経験を全てそこに投入したとしても足りないぐらいの、当然だってやったことないことまであるので、ね、なんですけども、それでもやってやるっていうふうに思って始めた、決断してこうやって始めたわけで、有名クラブの指導者や解説者を目指す道もありました。しかしあえて敷かれたレールを歩かないことにしたのです。その考えはこれまでのサッカー人生の中で培われたものでした。海外で日本人選手の評価がまだ定まっていなかった時代にドイツに渡った高原さん、結果を残すことを自らに課し新たな道を切り開いてきたのです。あの頃であればやっぱりその日本人としてね、やっぱああやって外出てやるだけでもやっぱ花からバカにされてるっていうかね、どうせ日本人にはサッカーできねえだろうっていうふうに思われてる中で、やっぱそういうものをね見返してやりたいっていうね、やっぱそういう強い思いが結構あって、まあ自分でレールを作るっていうことは、まあ要は自分でしっかりと目標を設定するってことなんですよね、はい。
そして今、目標に掲げるのは J リーグへの昇格。さらにサッカーが盛んとは言えない沖縄にその文化を根付かせることです。経営者として資金集めも自ら行っています。この日はスポンサーの地元 IT 企業を訪れました。まあ、サポートしていただけるだけじゃなくてまあこちらもやっぱ一緒になってこう御社をやっぱりアピールして、まあ、一緒にやっぱこう上がっていくっていうんですかね、はい、やっぱそういう関係でありたいと思うので、またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。経営のところにもやんないといけないと、はい、うん、当然ズブの素人でわからないけども、でもやっていかないといけない、はい、うん、だからとにかくまあ自分のまず選手としての管理をしっかりしていくっていうだけに集中してたのが、うん、今度やっぱりチームの代表としてやっぱり全員の人生を背負ってるっていうかね、はい、選手もそうだしスタッフも含めて全員のやっぱりこの人生を自分がやっぱり背負ったっていうところでは、うん、やっぱり責任はかなりもう重い。クラブを経営する上で重要な柱にしているのが地域とのつながりです。地元の人と一緒に選手が農作物を育て販売する取り組みも行っています。俺らは農業しろと、こちらはちゃんと分かってる、はい、ね、だから俺らは教わる、はい、ね、一緒にやることでやっぱそういうコミュニケーションが生まれるわけですよ。いろんなものがこう学ぶことができたりとか、やっぱお互いにとってすごいいいことがそうやって生まれてみたいなのがこう今できてきて、うん、だからこれもやっぱりそういうね地域に根ざしたっていうところから考えがあって、地域に貢献しながら人々にサッカーへの興味を持ってもらおうと考える高原さん。いつか自分たちの試合で会場を満員にすることを夢見ています。サッカーを通してね、あ楽しいなとかっていう風に思ってもらいたいですよ、ただただ、うん、だから自分はやっぱこう選手として何が良かったかっていう、やっぱりたくさんの人にスタジアムに来てもらって、はい、見てもらって、ね、サッカーを通してみんなが盛り上がってコミュニケーション生まれて、うん、自分が応援するチームが勝って喜んで負けて悔しがって怒って、ね、そういうのが生まれて、うん、ね、やっぱそういうのを沖縄でやりたいんですよ俺は。